それでは登場していただきましょう、整形なしでバストが A カップから H カップになった魔女です。どうぞ。うわー、これ楽しみだな。36歳ですよね。ちなみに今おいくつですか？私還暦になりました、脂肪が移動しバストの脂肪へと変わるというのだ。これを毎日欠かさ
さず15分行うだけでバストの大きさがアップするという。さらになんとお腹の脂肪もバストの脂肪になるというんです。二の腕と同様に脂肪をとろけさせるようよく揉みほぐし、お腹からバストへと脂肪を移動させる。これはお腹がへこみバストがアップするので、スタイルをよく見せたいあなたに一石二鳥。それにしても気になることは、ちなみに H まで到達するのにどれぐらいの期間か。まずね、1年 A、B、C、D、1年で、でも1ヶ月でもなる人。メッセージで聞いたのが、ここの辺の脂肪を溶かして、私リンパマッサージずっとやってもらってるんですよ、毎日。確かにこう流れていくんですよね。流れますよね、痩せますよね。それを移動し、脂肪を溶かすんじゃなくって移動するバストにって聞いた時には、あ、なるほどと思いました。溶け出したリンパ液とか、脂肪くっつきやすくなったタプタプのとこってものすごい揉んだりして循環良くするとすごい柔らかくなるんですよ。そうだから肌も循環も良くなって、多分全身を美しく、胸だけじゃなくてなるんじゃないですか。男性も女性も同じです。これはもう美恵子ちゃん自分で編み出したの。そうですね、基本的な体操はストレッチ体操を習ったんですけど、そのイメージすること、モンローをイメージして、フリーモンローだと思いながら、太っていく太っていくと思ったら、もう太っていく、あっという間に、はい、うわっとなっちゃう。ちょっと質問なんですけど、この例えばブラジャー今つけてらっしゃいますか、はい、ブラジャー取るとこういうタロンという下がるところに商品があって、私の胸こうやって動くじゃないですか。ないですよ。だから土台がないと、これだけ脂肪を集めたら引力に負けて跳ねる。だから土台作りが先の体操。これでも大事だよ。で、なんか年代関係なく間に合うんです。関係ないです。もう70代の人でも本当に綺麗になられます。柴田さんも柴田理恵さんもすごい胸がドーンとあったんですけど、今年齢ってほとんどもうインドのなんみたいになっちゃった。私も二人にね、やっぱり母乳飲ませて本当に地球に引っ張られて垂れてショックだったんですよね。それ関係ないという証明。70になっても80になっても上がることができると。そうですね。すごい。すごい。嬉しい。これはもう誰でもできますから。すごいと思う。すごかったよね。努力っていうのはすごいですよね。